はい、長津真一選手、計量一発クリアです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いよいよ明日、サムライチャレンジ5、次期スーパーフェザー級挑戦者決定戦メインイベントで出場します。意気込みをお願いします。よし、フレーズミジャパンの長津真一です。久々に石川県で試合をさせていただき、まだ本当長い間勝てないんで、今回はぜひともね、12番選手と熱い戦いをして、僕が勝って12月29日の暴れ祭りの室井選手の持つベルトを取り戻したいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、神龍丸選手、若いね、今からの若手の選手、期待のされている若手の選手と、永田選手、ベテランですが、どうですか？そうですね、ベテランって言っても僕も本当まだ初めてそこそこなんで、神龍丸選手、さほど大差ないと思うんで、やっぱり今やっと会長とか仲間たち教えてもらったところが、ようやく体に染み付いてきて、今本当キックボクシングやってるのがめちゃくちゃ楽しいんで、その楽しさを、ね、早く試したくてワクワクしていますし、あとやっぱり自分一人じゃ絶対強くなれないんで、やっぱ仲間があり、会長がいて、さまざまな人の支えがあるっていうことを感謝の気持ちを忘れずに、その思いを戦いで見せれたらなと思います。ぜひ見てください。はい、永田真一といえば、ね、永田タイムと言われる、ものすごいどつき合い、オファーの皆さん期待されてると思うんですが、明日はどんな、まあ、作戦は言えないと思いますが、どう言える範囲で構いません。そうですね、やっぱ自分はやっぱり何が得意技って気持ちが得意技なんで、その熱い気持ちをぜひ見ていただければなと。あと、まあ、本当に今さっきも言ったんですけども、やっとキックボクシングの楽しさ、難しさ教えていただいたことがようやく体に染みついて分かってきた部分も多少ありますんで、そのプラスアルファされた新しい僕をぜひ見ていただきたいなと思います。楽しみください。はい、今年はですね、所属している LA ジムジャパンの所属選手が、まず永見孝明選手が韓国での国際試合、の旗揚げ戦で試合をしたり、東京のゾーンさんで、羽賀悟選手が黒人選手に見事勝利して、その後はホーストカップさんが新しく立ち上げたキングというアネットホーストさんの主催のに藤田瑠香が、ね、ジュニアながら本戦に出場させていただいて勝利して、たくさんの刺激をもらっていると思います。で、レジムジャパンの選手会長永田真一として、まあどうですか、ジムの選手会としては今回何名か試合出ますけど。そうですね、やっぱり今年選手会として立ち上げて活動し始めて、ようやく形になってきて、それで今永見選手、羽賀選手、ルカ選手、いい感じで流れを作ってきてくれてるんでね、その流れを崩さないためにもやっぱり明日ってのは非常に大事な日になると思うんで、今選手会でやってきた練習、やっぱ結果として出すのは価値がないと思うんですね。かつその過程は練習でみんなやってきてると思うんで、やっぱりその中で気持ちを見せてやってきた練習の成果を試合で結果として出すというのは、一番プロとしてもアマとしても大事だと思うんで、そこを結果にこだわってやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、明日、熱い戦いをするファンがたくさん、また永田真一選手といえばたくさんの応援団が来ます。ファンの皆さんへメッセージを最後一言お願いします。よし、本当いつも変わらぬ応援ありがとうございます。地元では本当5年以上勝ってないんでね、明日は勝って共に泣いて笑いたいと思います。僕はキックボクシングで会長と出会い、たくさんの素敵な仲間に人生変わりました。そのね、格闘技で得た学びを戦いで少しでも皆さんに感じてもらえたらいいなと思いますので、ぜひ僕の熱い戦いに広告を期待してください。明日応援よろしくお願いします。どうす。はい、ありがとうございます。はい、それでは明日期待しております。頑張ってください。おはようございます。どうす。